はい、おはようございます。今日は南部トイガンの弾速を測っていこうと思います。こちらの弾何種類かあるんですけど、とりあえず順番に測っていこうと思います。とりあえずはこの M1100 じゃねえや、ベネリー M4 からやっていこうと思います。ちょっと待ってください。今段取りするんで。2発ずつ測っていきますか。これ弾薬によってちょっと違うのかな。これがきつい方が弾速出そうな気がするんですけどね。とりあえずこれからいきます。測れるのか、これ微妙だな。ちょっと待った。あ、いいか、これ。これ、あ、ミスった。なんか結構弾速出てそうだよな。トリガーが今タイミングがずれた。お、 3.46。 え、ちょっと待った、おかしくね。メートル S だよな。そんなに遅い。そんなに遅そうだねえだろ。ちょっと長くなりますね、こんな段取りがいまいち。ファイヤー、あれ？ちゃんと出ねえの。4.2。 え、こんなに出てないかな。ちょっと長物つらいな。じゃあ次はこのターミネーターのウィンチェスターのレバーアクション。弾、あれ、これ弾が違うんですよね。弾がちょっと小さいサイズになるんで。どうだ。12.12。 まあまあ出てる。もう一回。いきます。 12.78。 まあこんなもんなんかな。ショットガンはちょっとほら廃墟の関係のがあるからちょっといまいちな。これが一番出てる気がするんですよね、このダブルバレルショットガン。俺が思うに弾新しいみたいな。まあ、うなることある。ちょっと後でスナイパーライフルも弾入れて撃ってみよう。これを、これが多分ね一番出てるような感触があったんですよね、買ったばっかの時に。12.62。こんなもん。11.64。まあ BB 弾より重いですからね。ジュール数的にあれなんかもしれないですね。次はこちら
ウィンチェスター。一回弾を出さないと弾を止められない。あれ？これでなくなったかな。これはね、確か弾入れて撃ったことないんですよね。これ4号コルト弾なのかな。丸いのリボルバーに入るかちょっと後で試してみよう。ってことは丸いの弾が入ったりしない？もしかして。あれ、これなんか奥まで入れた方がいいような気がするんだけど、まあいいか。まあ大体どれぐらいでいいか。カメラの位置が悪いよな。なんか調子悪い。なんか調子悪い。引っかかってるぞ。なんだこれ。上がってこねえ。なんだこれ。あれ？上がってきた。さあ、どれぐらい出てんでしょう、これは。と。お！ 26.7 も出てる。すげえや。すげえ。23。あれ、これで結構弾速出てるね。まさかのこの一番音の静かなのが弾速が一番良かった。なんか、まさか。結構の弾速だよ。さあ、次。カメラと違う。不思議だよね。これ全然、表示も見えねえし。次はこいつ行ってみます。これもね、廃墟式だからあんまり弾速出ないと思うんですよね。あ、全部廃墟式か。よくよく考えたら。ということで次はこれいってみます。弾はこれか。弾はこちらになります。で、ちょっと長くでも細いやつが入るんですよね。で、マガジンに、よし、これちょっと、よし。さあ、これぐらい重いな。これはスコープとかついてるから重い。どれぐらい出てんだろう。32だって。これが一番出てんじゃん、弾速。なにこれ。28。結構だよこれ。マジで？ちょっとびっくり、驚き。オラオさん驚き。これ後で対面から動画撮ってみようかな。面白そう。弾が足りない。あれ、どこ行った。ちょっともう一回言ってみよう。これすげえ弾速出てる。これもっと押し込んだらもっといくんじゃねえの。あれ、これが入っちゃうんですけど。これも発射できるってやつね、もしかして。ワンモア、ワンモアいきます。まさかのこの M40 が一番弾速出てるとは思わなかった。俺もこれ初めてやるんで、自分でどうせ試すんだったら動画撮りながらやった方がいいと思って。30.2。
ほら、ナーフでこの速度だよ。そうなるとあのショットガンが一桁っていうのはちょっと遅すぎるよな。手で投げたのより遅いんじゃねえの、下手すんと。うん、36とか出たんですけど。これすげえな。まさかのこいつがチャンピオンか。ちょっと待って、ショットガンがちょっと弱すぎるからもう一回やってみるわ。そんなに弱いの、ショットガン。俺がガシャガシャして遊びまくってるから、機密性が悪くなっちゃったな。とりあえず2発。一桁ってことはないと思うぜ。本当当たっちゃってんのか、どっかに。あれ？弾が4.8 とかつってさ、だってこれぐらいと同じじゃね？ちょっと待ってね。4.8 ってさ、これぐらいと変わんねえで。あ、ダメか。ほら、1.3 でしょ？手でポーンってやったのと。まあ、変わんねえんだけど、ちょっと危ないんですけど、これなんかこれ入ったんで、これがこれで打てるかやってみますね。あんま良くなさそうだけど、ぶっ壊れそう。よいしょ。さすがに押し出す力がないみたいな。やばいやばいやばいことになったもうちょい浅くしてみようか。ちょっと浅く入れて、浅く手で装填してやってみます。ファイヤー。あ、出ないね。さすがに無理でした。ということで、チャンピオンはこの M40 だな。これ明らかに相当弾速速かった。30、40近いのも出てたんで、ということなんで、ちょっと後でこれ弾入れて射撃を正面から動画撮ろうと思います。あと何やるんだっけな。あ、そうだ、丸いのコルト弾、このエアコキの。まさかとは思うけど、こっちの方がちょっと太く感じるな。入るには入るけど、ガバガバだね。逆にこっちに丸いのを入れたら取れなくなりそう。あ、でも入っちゃうよ。あ、やめとこやめとこ、取れなくなりそうということで、この辺にしときます。ということで、結果はこれが一桁で、これも20いかないぐらいでした。以上。